僕は音を聞いた時に色が思い浮かぶ、色と音が体の中でつながっているという感覚を持っています。それは今まであんまり感じたことはないんですけれども、やはり音を聞くとそれにはっきりとした色が思い浮かぶ。どんな場所っていうのはちょっとわかんないですけど、例えばドっていう音を、ドっていう音を聞いたら、まあ、白、限りなく白に近いオフホワイト、例えば、ファは黄色で、ソになるとちょっと明るめの黄色というように、まあ、それぞれの音にそれぞれの色がついています。いえ、形は伴っていなくて、まあ、一面にというんですか、画用紙に色がついています。そんな感じですね。まあ、幼い頃からその症状自体は自覚はしていたんですけれども、周りの人にそのイメージを伝えても、あ、そういうイメージなんだねとか、そうだねっていうふうに、まあ、言われる程度で、それが共感覚という名前がついたものだというふうに自覚したのは相当後というか最近になってからですので、二十歳過ぎてからですね。自分の中で答え合わせができたという感覚で嬉しかったですよね。あ、これがいわゆる共感覚なんだな。いや、いないですね。良かったと思うことは、曲に対しての明確なイメージであったり、和音に対しての明確なイメージを持つことができるということです。僕の場合は曲を演奏するときに必ず色をインスピレーションにして演奏しているので、自分自身の表現とその感覚っていうのは直結してると思います。あとはその音その音に対する集中力が上がるということだと思います。とても良いものだと思ってるんです。不便なことは今まで感じたことはないですけれども、仮に、一緒に演奏している人だったり、それが指揮者だったり、そういった方にここは何色のように吹いてくださいというふうにもし言われた、その色が自分自身が感じているものと全く逆だった場合は、おそらく苦労するのではないかなと思います。音楽を聴くと色を感じる、和音を聴くとその和音が3つで構成されている和音であれば、3つの色が混ざったような色を感じるということがありますね。はい、たくさんの音が混ざればそれは複雑な色になりますし、それはパレットの上で色を混ぜているのと同じような感覚ですね。一つはリムスキー・コルサコフのクマンバチの飛行、その曲はほぼ全てのメロディーが半音階で作られているんですけども、それぞれの音に対して明確な色のイメージを持っているものとしては、それはかなり強烈に感じ取ることができます。半音階で上から下まで全ての音が出てくるので、全ての色がものすごいスピードで出てくる。なので、そうですね、リムスキー・コルサコフはかなり強烈な感覚になります。あとはペンデレツキーという作曲家のフルートコンチェルトがあるんですけれども、それもまた同じようにですね、非常に半音階の進行が多い曲でして、まあ、そういった曲が出てくるとかなり強烈な感覚を覚えます。古典の楽曲よりも近現代の曲の方がよりさまざまな音が出てくるので、それこそフルートの現代曲ってのはたくさんあるんですけれども、中には微分音といって半音のさらに半音であったり、そのまた半音であったりっていう奏法を使うことがたくさんあるので、そういう曲においてはよりパレットが複雑になっていくという感覚ですね。
おそらく誰もがその音に対してのイメージだったり、例えば右左のイメージ、それが色なのか、まあ、形なのかっていう、そういうものを持っていると思うんですけども、まあ、その強さの違いかなというふうに思うので、いろいろ その僕だったら色だし、そういうことを僕はこういうふうに感じるっていうことを伝えるっていうことは共感してもらえる可能性も大いにありますし、大切なことだなと思います。